今日はリクエストの多かった100均コスメでメイクをしてみたいと思います。ちなみに今目は裸眼じゃなくって、これこのナチュラルなコンタクトレンズ使ってます。あ、そうそう、あと爪ちょっとごめんね、剥げちゃったんだけど、これ3月に紹介するんで待っててください、このネイルのやり方。あ、ちなみに今日使うコスメは全部ダイソーで買ったやつなんで、ちょっとこれから違う100円ショップとかもね、お店ごとにやっていこうかなって思ってます。まずはこちら BB フェイスクリームこれ1本で時短ナチュラルメイク、美容液、下地、ほぼファンデって全部これで済んじゃうってやつです。結構明るいかな、すごい柔らかい、結構水っぽい感じかな、すごい適当につけてた。いや、私は顔全部じゃなくて顔の中心からこうちょっと外に伸ばすようにいつもつけてて、そうすると自然とハイライト効果っていうか、この辺が影になって、この辺明るいからハイライト効果が出るって毎日聞いたんで、そういう塗り方をしてます。うーん、変わんないな、鼻の毛穴とか全然隠れない。やっぱり下地は下地でやっぱりちゃんとしてれば、まあこの辺とかは割と、うん、カバー力はないかな。次これノーズシャドウ鼻筋スッキリメイク。いや、ちょっとこれ小麦鼻用って書いてあるからね、結構色が濃い気がするけど塗ってみます。裏にちゃんとどこに塗ったらいいか書いてある。じゃあこれに下がってやろうかな。あ、でもあんまりつければ全然大丈夫かな。あ、これ意外と普通に使えそう。ホワイトの方は鼻筋、あ、なんかこれ使いやすい気がする。変にラメとか入ってないから割とマットな感じで、うん、私好きですこれ。はい、ちょっと入れすぎたちょっと入れすぎたね、ごめんなさいじゃあアイメイクやろうかな。ジュエルアイカラー、レッドカラーとマットカラーで宝石のようだから輝きなんです。これチークついてるからすごい助かる、よかった。バーニーオンがレッドタイプで、ちょっとキラキラとラメが入ってて、四角い方がマットタイプになってます。じゃあ適当にやろう。ここでこれを全体に小指でやっちゃうね。あ、なんか全然説明書と違う順番でやっちゃったら。で、この白いのは普通にハイライトで使える気がします。じゃあチップでこうかな。じゃあこの濃い色をつけてみます。はい、こんな感じです。ちょっとビルマの普通に家にやった資生堂のやつ使うね。次はアイライナー塗っていきます。こういう筆のリキッドタイプです。多分ダイソー、昔買ったやつ、多分ダイソーだったと思う。うまくしっかり塗れました。私このタイプのアイライナー苦手だ、すごいガタガタになっちゃった、やばいやばい。なんかでも普通のペンシルがちょうど行った時売ってなかったんだよね、ペンシルとか。いつも使ってるこういう系のアイライナーがね、見つけられなかったなって、こういうジェルペンシルとかそういう感じの。私が一番苦手なタイプだった。何かなんかついちゃった、ほくろみたいな。次はこちら、欲張り迫力マスカラ。フルートキュートなアナゴンアイロングアンドカールのブラック。これ結構デザインが可愛いなって思って買ってみました。じゃん、繊維とかは入ってなさそうです。塗ってみます。うん、私これダメかも。はい、こんな感じです。下はこんな、まつげうかうかな、下に下がっちゃったの。ちょっと私にはこれはあんまりかな。まあ、下まつげには全然使えると思います。次はつけまつげ。これね、昔 2,3 年前ぐらいにめっちゃ愛用してたやつで、ちょっと今日の今のメイクには濃すぎるまつげだと思うんだけど、ちょっと久々に使っています。まだ売ってるってことはロングセラーとか人気ってことだよね。こういう感じでね、結構硬くってで黒い芯が入ってる感じです。で、のりはいつも使ってる DUP アイラッシュエクサ EXの552。最初にマスカラ塗った後まつげ下がったままなので、ちょっとこんな感じの、こんな下と上みたいな感じになってるんだけど、こういう感じのまつげです。両方ついたらこんな感じです。アイブロウはこんな感じです。ナチュラル眉が簡単アイブロウパウダー、これ
れもちゃんとチップが入ってて嬉しい。いつもピンクで書いてるからなんかどうしたらいいかわかんないな。とここのこっちの筆がねちょっと硬くて使いづらいかも。書けない。チップ使ってやってみる。ボサボサなるやつで、筆使おうかな。ちょっと自分の筆でやってみる。ちなみに今こっちの明るい色だけ使ってます。ちょっとこっち私の髪には暗すぎるかなと思って、まあ、筆を変えたらね結構ちゃんと色も乗ってくれるかなって感じなんだけど、ただ私もともと眉毛を描くのが結構苦手なんで、ちょっと今度眉毛のテンプレート結構売ってるじゃん。それをね試してみたいなって思ってます。次は適当こっちは付属のチップとブラシで描いた眉毛で、こっちはいつも使ってるやつで描いてたもので、これねどこで買ったかな、多分専門学校の授業の時に買ったやつだから、ちょっとすいませんどこのか覚えてないんだけど、してチークはこんな色を買ってみました。ほんのり色づくチークカラーローズ系、立体感と明るさをプラス、フェイスラインを引き締める。なんとなく色薄そうに見えるけどどうかな。ちょっとこのデザイン古いっぽくない？ちょっとバブルっぽいイメージ、私のイメージね。中の絵の使っていきまーす。今塗ったんだけど結構普通に使いそうな感じです。ただ結構粉がねパサパサと思うんで、それだけ気をつけた方がいいかな。ちゃんとした筆でやってみたら結構いいかも。うん、普通になんか全体的にこのパウダー自体はいいんだけど、アイブロウとかもね、この筆が大体良くない気がするんで、筆だけちゃんとしたの使えば割と全体的に使えるのかなって気がします。さあリップ入ります。パールルージュのベリーローズ色を買ってみました。優しい大人っぽい色色あんまりつかない。一応グロスも買いました。色は桜ピンクっていう可愛い名前の色です。うん、そんなに色づきはしないけど、ツヤ出しだったら全然いいかなって思います。以上、今日はダイソーコスメでメイクをしてみました。どうかな、私的にはちょっとまつげが濃すぎたかなって思って、もうちょっとナチュラルなつけまつげだったらまだいいのかなと。あと眉毛がこれひどいね、すいません下手くそで。今日使った中で私がいいと思ったのはこれ、これが意外と良かったです。このノーズシャドウ、すごいマットで使いやすかったです。まつげ取っていい？うん、やっぱりさっきのまつげはキモかったかな。はい、というわけで今日はこれで終わりです。今度また違う100均のやつで試してみたいと思います。よかったらみんなも気になってあるのでダイソーで探してみてください。それじゃあバイバーイ。そう、このリップひどい。なんか蓋がね、出荷した蓋閉まんないよ、これ取れちゃうよ。わー、ちょっとみんなこれはおすすめしない。